まあ、コルト対ビビだとね、結構相性が悪くて、まあ、正直ね、こういう時だけコルトが強いんですよね。もうこういう時のコルトね、結構厄介なんですよね。これはさすがにね、逃げた方がいい。いや、うますぎやろ。バブル。いや、これはリコは防げ、また来たバブル。また来たバブル。バブル。こんな強かったっけ、これ。こういう知識はね、持ってた方がいいですよね。いや、負けてるやん。めっちゃボコられてるやん。これどうなんの？これ耐えれるん？あ、ペニー来てるやん。え、ちょっと待って、これ。あ、終わった系のやつじゃないの？おっと、よう、耐えたやん。さあ、これでね、ボールの奪い合いが始まってるんですけど、さあ、ここでシェリーがウルト溜まってしまう。これ確定シュートのやつ。これ絶対止めれるん？これって。このダリルかっこええ。いやいや、キューブ10個と、このね、ドリンク付きってもうこれ最強ですからね。もう絶対負けないでしょ、これもう。まあ、されどもこのね、もういいタイミングでね、復活してきてもさすがにね、こいつらにはね、あれちょっと大丈夫、あ、リコキューブ1やけど、あ、これ、あ、負けるやん。リロードを使い切ってしまったシェリー、それを狙うジーン、これはどうなる。おっと、これはさすがにジーンの勝ちかと思う。あー、これは、あ、なんかラグ、あ、ラグい、あ、いや、ダイナマイクがね、左側のキューブを取ろうとしてるんですけど、あ、ダイナマイク、ちょ、大丈夫、あ、潔く諦めちゃうパターンの人ね。なんか同じキャラってさ、チーム組みたくなるよね。わかる。だからこういじめられるんよね、こうやってね。さあ、これはこれは厳しい。一発でもね、当たったらもう終わりってところなんですけど、いや、おープロや。手前に近距離2人、奥にバーリー、これはいいコンビネーション、敵ながらにしてうまい編成である。だが、しかしこれはどうなる。おっと、これは防げる。は、名前の由来分かったわ。薬物プリモから逃げてきたら、もうレオにも挟まれてると。いや、これは終わったでしょ。さすがにね。いや、さすがに、うわ、これは、いや、え？次元がちげえ。あ、またあんたか。またあんたか。さ、これは飛んで、逃げて、チキンやな、おい。飛んで、こいつのスタッパー活かしすぎやろ。こんなに、うまい使い方ある。とことん嫌われてるフランケンらしいんですけれども、いや、飛ばされすぎ。さあ、ここはね、モーティスがボールを拾っていく。さあ、コルトがもう死んでいく。これパスしていく。さあ、これでどうする。またパスしていく。さあ、これはいい。おっと、パスしていく。さあ、これはどう決める。パスする。パスする。いや、プロのサッカー選手やん、これ。完全にロボット落ち着いて倒していく。上にスパイクがいる。いや、動きがモンスト上級者。さあ、ここはいきなりダイナマイクがジャンプしていく。そのジャンプは意味があるのか？おっと、そのジャンプは生きってるだけなんじゃないのかと思いながらね。さあ、これはまた飛んで、あ、いや、うまい。からの、いや、モーティス？さあ、ジーンが有利ではあるが、ここは順調にリロード使ってね、敵を倒して、あ、リロードを使いすぎた、大ピンチだが、吸って飛ば、うま。多分あのビビもね、あいざこうとか思いながらもう、はいはい、もうやっていきますよ、みたいな感じで思ってたんでしょうね。いや、まさかね、こうなるとはね、うん。もうすぐダイナマイクをね、いじめてくる。まあ、ここはね、ローヘルだったからと。あ、先にキューブを取りに行くようなダイナマイクに対する究極の無礼を働いて、負けていくんかい。やっぱね、ダイナマイクはね、舐めすぎるとダメなんですよね。さあ、ここでパムがまた来る。さあ、ここはレオンが来る。ダイナマイクを舐めているこいつは。いや、それにしてもダイナマイク舐められすぎじゃね。残り7秒で 11% さ。いや、これ誰が削れる。いや、これ無理やん。で、穴開けて、あ、鍵武者、え、マサ。ここにいる全員がびっくり。毒、吸う、倒れる、復活する。お、ちょっとだけ変なとこでリスポーンした。ああ、めちゃくちゃちょっとだけやん。さあ、敵は残りはコールと2人と。さあ、こっから飛んでいく。からの飛んでいくんかい。いや、まあ、芸術点的には1位なんで、実質この人1位なんじゃないですか。おお、荒れとる荒れとる。あーっと、これは3対1の状況に持ち込んで飛んで。ウルト貯めてまたまた飛んで。確かにめちゃくちゃうまいし、プレイ的には好きなんですけど、なんか、カエルに似てる。いや、さすがにダイナマイクじゃねえ、このフランケンは止めれなかったと。いや、これはね、ダイナマイクがめちゃくちゃ悔しがりよ。なんで喜んでんだよ、あんた。バーリーのウルトを炸裂させて、吸われてまたバーリーが一本投げると、バーリーを吸ったジーンが先輩になってしまう。まあ、多分この後ジーンはね、まあ、味方2人のスタッフさんにね、まあ、美味しくいただかれたんでしょうね。はい。近距離が苦手なティックを近距離が得意なモーティスで防いでいく。いや、めちゃくちゃいい連携。いや、めちゃくちゃいい連携。さあ、敵のダリルがボールを拾いに来て、そっから、ボールを弾いて、おぉ、すっげえ。うわ、すっげえ。え、何がすごいんやろ、これ。あれ、別に、すごくはない？
さあかなり緊張した状態。ここでモーティスが動く。いやうますぎる、うますぎ、それはひどくね。さあこれは体力的にね、まあモーティスが負けるんでしょうね。ここでも、あ埋まった、あ埋まった、えちょっと待って、これはどうなる、待て待て待て、いや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 、ずる、モーティスずる。あーでもコンティニューの方が強かったと。おっとこれはいい感じに敵倒すことができるのかと。おーいいっすね。いやいや、おるんよ、こうやって横取りしてくるやつ。俺、こういうの見てたらめちゃくちゃ恨む系の人なんですよね。あ、この人の恨みには勝てんわ、さすがに。さあ、1対1ですね。これね、もう油断しちゃうとね、すぐ点数決められちゃうんで、ここ、ウルトシュート来るよ来る、止めれるんや。あの上にモーティスがおられるんですけど、リロードを使いすぎ、使いすぎてるんですよね、これ。リロードあったらね、なんとかな、おお、これは、いいサムネになりそうだ。しんど。こんな苦しいの嫌だわ、俺。バトロやってて、こんなストレス溜まることないでしょ。おぉ。バトロやってて、15、おぉ。15人に囲む。おぉ。おいおい、さっきまでの威勢はどうしたんだよ、ダリューさん。さっきまでのあの回転、あの美しい回転はどこに行ったんですかって言いたいところなんだけど、俺がプレイしてるわけではないからあんま言えん。多分このダリルとかよりも俺が一番調子に乗ってた。すいませんでした。さあ、桃太郎の桃のごとくダリルが川を渡ってくるんですけど、これはどうする。ダリル桃太郎、ろくなおばあさんに拾われずに死んだ。体力がないからね、なかなか決めに行けないと。ここでね、もういい感じにね、タレットがポンポン飛んでくると。いや、これでうろうろしてたら、めっちゃ飛んでくる。めっちゃ飛んでくる。強っ。これは、流行りますね。さあ、リコの寿命もあとわずか。おっと、味方がいい感じのタイミングでね、復活してくれると。まあ、このまま落ち着いてね、このジンを倒していきたいところなんですけど、おっと、外してしまう。おっと、これは敵も一匹生き返るやん。もうどんだけ交換すんの、この交代ね。いやー、これはちょっとね、タイミングが悪かったっすね。はいはいはい。まあまあ、これしゃあないっすね。何？命操る神なん？さあ、ここはビビのバブルで一気に追い込んで、リコのリコで、リコのリコじゃない、リコのウルトで一気に追い込むと。さあさあ、ここでね、青とウルトで壁を壊していく。さあ、これはね、いい選択。おっと、これは守りきれ、あ、死んだ時ってね、ボール後ろに行っちゃうんですよね。まあでもさっきので分かったと思うんですけどね、まあ諦めなかったら結局なんとかなるんすよ。だがしかし、何かを察したレオンは諦めた。さあ、あと43、42%。 さあ、これを一人で、おっと、削れるわけがないだろう、若者が。世の中そんな甘くないんだ、甘い。いや、珍しいこともあるもんなんですね。まあ、ブルとね、ビビがチーミングを組むなんてね、もうほんと確率上ありえないことなんですよ。まあ、橋本環奈と俺が付き合うぐらいの確率だとね、思ってたんですけど、まあ、こんな偶然あるんですね。さあ、ここでビビが、ブルーまあ、チーミングなんて起こるわけないよな。は、決してあの編集サボろうとしたとかじゃなくて、あのツイッターに載ってた BGM がかっこよかっただけで採用してるんですけれどもね、まあ、これはどんなね、動画なんでしょうかね、と思いながら、絶対止めれんやん、このシュート。さあさあ、右上でバトロをかくれんぼと勘違いしている野郎がいるんですけれども、さあこれはどういう展開が待っている。地雷が、おっと、これはいいとこ取りされるやつやん。逃げても逃げ、あ、え、あ、いやー、ツッコミどころしかない。さあ、ここはボクシング場ではありません、サッカー場です。ここで殴り合いをしてどうなると思いきや、ここでシュートをすると見せかけてパスを。そもそもありえない、シュートと見せかけてパスなんてありえなかったんだ。さあ、全国の医者なら絶対こう言うでしょう、あなたの寿命はあと3秒だとね。さあ、ここで寿命を寿命、あれ、生きてる。え、壁壊してウルトシュートで決め落としてるやろ。奥にダイナマイクおるで。あ、失礼しました。俺はシェリーが勝つとかける。おっと、いけ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 、おしゃおしゃおしゃ。いやー、皆さん、罰ゲームとしてチャンネル登録。新キャラって出るたびに最強やけど絶対下方修正来るんよね。あ、弱体化の方向が違う。お、ブル、あれやろうとしてるやん。絶対あの確定シュートやろうとしてるやん。やってる、あ、外してるやん。いや、ミスってるやん。いや、なんで決まってんの？壁の意味ないやん。